テレビ菜園、我が道を行く。テレビ菜園は普段から我が道を行っていますが、今日は本当に我が道を行ってみたいと思います。その道というのは愛知県設楽町にあります町道の平野松戸線という本当に狭い道です。この道はですね、普通の町道と違って、昔50年前は、正確には52年前以前は、ここの道の真ん中にレールが2本敷いてあったんです。昔は。そしてこの先、設楽ダムというダムの工事をやっています。と言っても準備工事ですから大した工事じゃありませんが、工事をやっています。そしてその工事の地点から上流はダムの工事をやってるわけですから、ダムができたら深い深い広い設楽ダムというダム湖の底になります。もうそこはダムができたら行けますよ。一等したら潜水艦で行くしかないんです。そんなところを今日は行ってみたいと思います。この電車はもう本当に50年前に廃止された電車です。でもこれを復活させて、これに乗って行ってみたいと思います。ただダムの工事現場、ここから先は本当に将来は道がなくなってダムの底になります。でもそこをあえて終点の三河田口まで行ってしまいます。まもなく発車になります。電車の名前は豊平鉄道田口線。そしてこの道、ここに2本のレールが敷いてあって、本当にこの道、この広さ、ここを電車が走っていたんです。トンネル狭いですが、本当にこのトンネルを電車が走っていたんです。
まもなく右手に小さなトンネル工事の現場みたいなところが見えてきます。何をやっているのか。ここで電車を止めると邪魔になるので、このしばらく先に電車を止めて降りて行ってみてみましょう。残念ながらその中にまでは入ることはできません。外から見るだけです。では皆さん、電車から降りてください。今走っていた方向を振り返るように下流方向を見ています。左手の山、これが先ほど工事をやっているように見えた場所です。やはりトンネルのようです。これはダムの本体工事をするときに、堰堤を作る場所に川が流れていては工事ができませんので、その少し上流からトンネルを掘って川の流れを迂回させる、この迂回路のトンネルです。しかしまだ中の方にまでは掘り進まれていないようです。ということは、この辺りにダムの堰堤ができる、ここにダムができる、ほぼここにダムができるということになります。これは佐久間ダムの画像を貼り付けたイメージ画像ですが、実際は高さはこんなもんじゃありません。もっともっともっと高い、ほぼ山の頂上付近まで高いです。
このトンネルのあたりがどうやら園庭ができる場所みたいなんです。ということはこのトンネルを抜けたところから先は深い深いスタラダムのダム湖の底ということになります。ダムの底なんです。ですからダムができればもうこの先へ行くことはできません。潜水艦なら行けるかもしれませんが、こんな山奥に潜水艦を運んでくることはできません。ですからもうこの先はもう湖の底なんです。この先この映像が続く限りそこはもう湖の底なんです。ですからもう二度と行くことはできません。これが最後のチャンスです。ここは天竜港という水の迂回路の入り口部分を作っている工事現場です。ではもう一度電車を降りてください。今通ってきたトンネルのあたり、このあたり全体がダムの堰堤ができる場所と思われます。この場所は実は電車を降りた場所ですが、今じゃないんです。5、6年前です。今通ってきたトンネルも見えています。でもこれは5、6年前の工事が始まる前の風景です。工事が始まる前はこんな風景だったんですが、この同じ場所が様変わりしています。今のこの場所を見ていただく前に5、6年前のこの場所を見ていただいているわけです。まもなく現在のこの場所に移ります。ダムができて堰堤の上から上流を眺めた時に、足元に見える深い深い気味の悪いような部分、その深い深い底がこの場所なんです。これが平成元年8月現在の同じ場所です。この工事は川の水の迂回路、天竜港の入り口の工事だと思うんですが、ダム本体の工事のような非常に丁寧なコンクリートの打ち込みをやっているように見えます。
皆さん工事やってるところを見てどうでした？もちろん自然が変わっていくというのも問題ですが、それよりも私はあのコンクリート打ち込みを見てた時に、私が払った税金ってあのコンクリートの一塊ぐらいなのかなと思いました。ダムってすごいお金がかかるんですよね。右に見えるのはダム建設のための資材や機械を運搬するための車両の仮設道路です。柱がたくさんあります。この柱の1本分ぐらい私の払った税金が使われているんですかね。画面の下4分の3ぐらいはダムの水で埋まるところなんですよね。上の4分の1ぐらいはダムの湖の上に出るんでしょう。もちろんこの道はダム湖の底に沈みます。まもなく田口鉄道の終着駅三河田口駅のあったところです。まもなくです。でこの辺り駅前広場です。建物が見えます。この辺りが終着三河田口駅の駅舎があったところです。電車はここまでです。そして分かれ道がありますが、これは昔は右の道しかありません。左はもう川の土手だったんですが、もうこの道が通れるようになっています。もちろんこれは工事のための仮設の道路です。工事前はここ川だったんです。下に川は流れていますが、その川の上を走っています。そして左の上の方に道路が見えますが、これが松戸という集落へ行く道です。こんな現場を見ていると新しい町でもできそうな感じがしますね。こんなところに町ができたら住んでみたいんですが、残念ながらこれは工事が終われば当然ダムの湖の下になりますから、この橋は取っ払われます。そしてここはあくまで湖の底。今私たちは未来の湖底巡りをやっているわけです。これがかの有名かどうかは知りませんが、松戸橋です。左に行くと松戸の集落へ行きます。しかし今回はこれを U ターンはできないので、向きを変えて少し戻っていきます。
松戸橋を渡るのもこれが最後か。そう、先ほど申し上げた通り、この辺りも当然設楽ダム湖、ダム湖、湖の底なんです。湖の底なんです。ここで車を降りて周りを見渡してみましょう。狭い山道の三叉路だったこの場所が今ではこのようになっています。さて、車はここで左折をしてさらに上流に行き、その先右折をして川向きという集落跡を通って国道257号線に出ます。この先まっすぐ行きますと全集落が水没するため全集落丸ごと移転した大根村地区に出ます。しかし今日はここを直進せず右折します。右折するとその先もやはり設楽ダムで集落が丸ごと水没するため集落全体が移転した川向地区、ここを経て設楽大橋、そこで国道257号線と合流します。今走っているのは画面左上の矢印の通り、右折をして画面では左の上の方向に向かっているところです。右手の山の上は広い平地になっていて、ここに田口の町があるわけです。
赤い橋が見えてきました。この橋は設楽大橋といって国道257号線にかかっている橋です。そしてこの橋も水没するそうです。ここを右折すると、先ほど申し上げました川向きという集落の跡地に出ます。しかし今回はこの設楽大橋、国道257号線に合流し、設楽大橋を通って、それから左折して先ほどの川向き集落に反対側から入って、そして今の場所に戻って、また設楽大橋を渡り、右折して田口の市街へ向かい、ダムの水の中から地表に出る、その辺りで今回の我が道を行くは終わりとなります。この道は八橋地区を経て津具に向かう道です。この八橋地区はやはり全集落水没のため、全集落が集団移転した集落です。しかし今日はまっすぐ行かず、左に降りて先ほどの川向地区へ向かいます。設楽ダムによって村中が水没するために全世帯が移転してしまった川向地区。しかしここは遠い昔、やはり集落があったようで、貴重な遺跡が発見されています。ダムによってこの遺跡も水没するために今詳しい発掘調査が行われているところです。いずれにしても過去数千年から現在に至るまでの人々が生きてきた生活が、過去が一瞬にしてダムによって葬り去られてしまう、非常に残念な気がします。ここは遺跡の少し上の方、つい最近まで集落があった場所です。集落跡がなんとなくわかると思います。つい最近まで人々が住んでいた、そして数千年前も住んでいた、この人々の暮らしが、歴史が一瞬にして消えてしまいます。
はい、どうもお疲れ様でした。これで川向地区を後にして257号線に入り、この赤い橋設楽大橋を通って右折し、田口の市街の方へ向かいます。途中で現在の湖の中、湖底から地上に出ます。その時点で今回の我が道を行くは終了します。我が道を行く、次回はどこのどんなところになるかまだ決まっていませんが、それが海であれ山であれ天国であれ地獄であれ過去であれ未来であれ、ぜひよろしくお付き合いのほどお願いを申し上げます。ダムの堰堤からこの辺りまでダム湖の底を走ってまいりました。いよいよ水面を経て地上へ出ます。この辺りで設楽ダム湖の湖底巡り、今日の我が道を行くは終了といたします。ありがとうございました。